確率とは偶然起こる現象の現象すべてに対する割合のことである。起こりやすさを数値で表した指標として使われる。確率の定義は統計的確率、数学的確率、理論的確率、古典的確率、合理的確率の三つがある。どのような現象でも確率を持つとは言えない。数学的にも確率を持たない集合や解釈により、 確率の数値が異なる問題がある。理論、結果に基づいたこれらの客観確率に対し、個人、または特定の集団にしか審議を判断できない主観確率が提唱されている。確率の導入は、確率分布を通して、サービスの信頼度などといった推定、検定に応用されている。二つのサイコローを振った時の出た目の和の確率数学においても、 掛け事の計算の定式化として出発している。同様に確からしい事象に注目して、確率の値を求めることと、ある事象の確率から他の事象の確率を求める方法を記述することと、統計的な確率の正当化が中心となる。プロバビリティなる単語に対して、確率という訳け案が出されたのは1908年だが、この後の他にも、外然、降参。 適すぐる、近親、確からしさ、多分さ等の候補があり、確率という訳語が定着したのは19、1919年、頃である。首都大学東京で経営科学を専門とする、中塚俊直教授は、藤沢利太郎の訳語であると推定している。中国語では、外律、規律、または、あるさ律と訳している。16世紀のジェロラモ・カルダーノなどによって、 初歩的な確率の計算は行われてきたものの、確率論という理論が誕生したのは17世紀、ブレイズ・パスカルとピエール・ド・フェルマーの往復書館に始まる。その後、クリスティアン・ホイフェンスが研究を進め、ヤコブ・ベル・ヌーイが対数の法則を証明し、アブラーム・ド・モアブルが正規分布を発見するなど理論は徐々に進展していき、19世紀初頭にはピエール・シモナプラスによって、 これらが体系化され古典確率論が完成した。20世紀に入るとアンドレイ・コルムホロフが確率論の基礎概念において合理的確率論を確立した。ラプラスの確率の哲学的思論の解説で内総七出は機能的確率と統計的確率に分類している。日本工業企画では確率を ある思考を同じ条件のもとで長く続けたとき、一定の結果が生起する相対頻度の極限値。より一般的にはランダムな事象に割り当てられている例、1の範囲の実数値と定義される。一般に事象 A の確率をパープルで表す。参考として、ある事象が生じるという信念の度合いを表す主観確率という概念も存在する。と定義している。 確率は理論的な事象の発生頻度を与える。例えば、コインをトスして手で伏せる。表と裏の確率はそれぞれ50%である。その後、手をのけて観測すると表か裏かは判明する。これについて、多世界解釈では可能性の数だけ世界が分岐するという解釈がなされる。量子論では、確率という概念は決定的に重要となる。 古典物理学の世界では、事象は決定的であるが、量子論の世界では、事象は決定的でなく、確率的に決まるだけである。量子論の世界で、事象が確率的に決まる理由は、よくわかっていない。事象が確率的に決まることは、実験結果からわかったことである。わかっていることは、確率が確率振幅の事情に比例することのみであり、それは、 量子力学の基礎原理の一つである。別の何かの原理から導くことはできない。哲学的には確率を人間の限界と関係づけて様々な立場がある。例えば、量子論において初期の段階では観測問題のように人間が知ることができないだけで決まっていることという理解があった。これは人間が何が分かって何が分からないかという、 哲学的な立場を物理現象の説明に当てはめようとした見解であった。アインシュタインの言葉として、神はサイコロを振らないがある。しかし、物理学ではベルの不等式によりこの立場をとっておらず、物理学の指示のない哲学的な主張とみなしている。確率を拡張してできた主観確率という概念もある。ありがとうございます。